カツカレーとは、カレーライスとトンカツを組み合わせた、日本の料理。カレーライスにトッピングをした、最初の例である。トンカツではなく、牛カツ、チキンカツ、メンチカツ、ハムカツなどなどが用いられる場合も、ある。東京都中央区銀座の洋食店、グリルスイスで1948年に考案されたと、言われている。常連客のプロ野球、読売ジャイアンツ。 千葉茂が別々に食べるのは面倒だからと注文したことがきっかけでグリルスイスとその系列店では現在も元祖カツカレーと千葉産のカツレツカレーというメニューを出している。千葉茂の逸話とは別に東京市浅草区浅草の洋食屋台、川金がとんカツを乗せた丼飯にカレーをかけてガキン丼と称して1918年に提供したとも言われる。数のように 飯、かつカレーの配置には様々なバリエーションがある。カツは食べやすいようにあらかじめ一口大に切り分けているのが一般的である。高脂肪、高カロリー食品であり、胃腸にかかる負担が大きく、カツの衣に使うパン粉も炭水化物であるため、高糖質でもある。例として、カレー専門店チェーンの一番屋の場合、 ポークカレーのエネルギー748キロカロリーに対し、手仕込みとんかつカレーのエネルギーは1316キロカロリーとなっている。糖尿病対策においては、避けるべきメニューとして挙げられることが多い。カツ丼と同様、試験に勝つ、試合で勝つなどの弦を担ぐ意味で食べられることが多い。公営競技関係の施設では、ギャンブルで、勝つという弦担ぎとシャレを込め、 場内の食堂などでカツカレーをカチカレーと称することもある。ただし、試合や試験などの前においては、体調を整えるために野菜が多い食事をする方が良いとされる。イギリスではカツカレーという名称で広く知られており、スーパーの惣菜コーナーで売られるのが一般的になっている。しかしながら、しばしばインドカレーと比較した日本風味のカレーとしての、 意味合いで呼ばれており、実際にはトンカツが入っていないことも多いことから、財営法人によりその間違いを指摘するカツカレーポリスという活動が発生した。イギリスでは豚肉禁止のイスラム教徒や鶏肉好きなカリブ系移民も多いことからチキンカツが入っていることも多い。ありがとうございます。